東海大学東海大学自然史博物館東海大学自然史博物館は東海大学社会教育センターが社会教育活動の一環として活動する施設の一つである東館と東海大学海洋科学博物館の二つの博物館と未保研修館の三施設を中心とした社会教育活動を学芸員を配置し展開している大学本体は 近傍にキャンパスを置く海洋学部を通じて海洋に関する教育研究を行っており、教育研究の利用にともする施設群であるとともに、この知識を広く一般市民に啓蒙普及することを目的として運営している自然史博物館である。会館の端緒は1973年に東海大学と読売新聞社の共済による 大恐竜展で分散開催された建屋とソビエト科学アカデミーが所蔵するレプリカの恐竜化石標本を活用する形で開館された。現在の建屋は元低新省経理局営全課長である建築家の山田守によるもの。東海大学海洋科学博物館。ありがとうございます。